はい、どうも、チュリクです。本日はですね、最速リュウマイ海流を使っていきたいと思います。まあ、このリュウマイ海流なんですが、まあ、実はね、その S6 で、動画でね、数を減らしているって話をしたと思うんですが、まあ、ここに来てね、実は最速が結構流行っていて、まあ、何が強いかっていうと、1枚で、ブーストエナジーとかスカーフ以外の包み、神、パオジアンの上を取れる。まあ、元々ね、このリュウマイ海流が減った理由が、その、リュウマイしても、最速じゃなかったら素早さがトップ層を抜けないというところがね、ちょっと弱いとされていたんですが、まあ、最速にしてあげることによって、しっかりね、その、素早さのトップランクのところも抜いていって上から殴れるっていうところで、ね、この最速リュウマイ海流めちゃめちゃ強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがミミッキュ、神、海流、ジバコイル、ドオ、デカヌチャント。さあどうしますかね。ディンルーラッシャ海流かサフゴディンルー海流とかになるかな。初手サーフちょっと相手の神がなめんどくさめではあるよな。アフゴディンルー海流でいきますか。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。あ、ちょっと海流消えてる。さあ、相手の先発ミミッキュ。あー、ミミッキュから来るんだ。なんか先発のミミッキュさ、なさそうじゃない。何影打ちしかなさそうじゃない。シャドウを打つかトリック打つからな。自爆引きだからトリックでいいか。オッケー。自爆かどう引きじゃないここ。海流。あー。まあ、それはそれで。それはそれで。海流引き受かるっていう話はあるけど。さあ、持ち物はラムの実。最低でいいかな。地震打ってくると思うかな、さすがに。オッケーオッケー。これは耐える。どうしよっかな。海流出しちゃおう。で、ここね、多分相手ミミッキュに引いてくると思うから。いや、どうだろうな。やっぱ海流即バックでもよかったけどな。むずいな。リュウマイするべきかどうか。自信でいいか。ミミッキュ出してくる。そうだよね。で、次のターン多分じゃれつくだから。ここでサーフ号出しでいいと思うんだよな。で、サーフ号切って。いやー待てよ。いや、これテラス切って相手にしちゃうか。テラスリュウマイ。テラス切んなくてもいいよな、正直。切んなくていいな、リュウマイで。それが一定数あると思った。いやー、まあ、だったらね、そのまま相手でもよかったんだけど、まあ、ちょっと中間タク取っちゃったな。まあ、これは悪くない。影打ちだるいけどね。影打ちはだるいが、ここは相手打っていきましょう。オッケー、引っ込める。マジか。羽ばたく神来たー。でかすぎー。はい、さよなら。パスキーか。なるほどね。うまいね。それやれねえ。ここはアイヘレンダでいいかな。このままハイドに頑張ってもらいましょう。いや、勝ってると思うけどな、結構。ういうげえ。カイで HP1 残しとけばいいんでね。マジで。海流 HP1 残しとけば自信を一貫作らせずに済むから、サーフ後で多分海流勝てるんだよね。ミミッキュから来る。ここは引きます。リンルでいいかな。いや、結構勝ってると思うけどな、これで。いや、やっぱでも神の上から殴れるのマジで偉いわ。身代わり。痛み分けある。呪い、身代わり、痛み分け、影打ちとか。一旦サーフゴだぞ。一旦ね。痛み分けの可能性がある。挑発。挑発、身代わり、痛み分け、あ、呪い、あと1か。影打ちはまだ受かるから、一旦再生でいいかな。相手が何してくるか見ていいと思う。引きもあるし、ワンチャンこれサーフゴにやることないミミックって可能性ありそうじゃない。シャドウクロー持ってるとか。はいはい、オッケー。勝ったな。挑発絶対過剰だと思うけど。オッケーオッケー。これ勝ちましたね。で、カイリューが何打ってきても勝ってるから、ここテラバだったら多分サーフ号が突破できないし、まあ、一旦人類から入ろうか、一応。OK。はい、対戦ありがとうございました。
いやこれ海竜がしっかり神を上からしばけたのがマジで偉い。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが海竜、この世、サーフゴー、パオジアン、ハッサム、羽ばたく神と。さあどうしますかね。サフゴディンデ海竜、あーまだ初手パオがなというところはあるか。リンレじゃなくてヘイラした方がいいかもな。まあまあこれでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発パオジアン、まあまあまあこれはねヘイラしたでちゃんとカバーできてるんで悪くない。アクテラハチマキ砕くだけマジでやめてくださいって感じだけど、だらしゃ出して、あー釣りかなこれは。あーそれかあれだな、相手助けじゃないなこれ。ハッサムはオッケー。ここ一旦ウェックルで多分トンボ。いい。で、ウェックルで、相手が、ラッシャー誰で見てるかを確認しておきたい。パオジアン、マジで言ってる。あー、まあ、地割り読みとかかもな、これ。やっぱり、ね、こういうところでね、ちゃんとね、ウェックルで打点を取るのが大事。いいらしい、使う上でね。いい火力。一旦守ってもいいな。ちょっと HP 管理したいね、ちゃんと。ワンチャン電気テラスありそうだし。ここ守るで。はい。はい。はい、はい、俺が天才プレイヤー読めてます、すべてを読めている男。このヘイラシャね、ちゃんと電気テラスなので、ここは電気テラス切ってウェーブタックル。ここつらら打ってきたら相手天才です、さすがにね、さすがに天才。電気テラス切って、いやもうね、S5 で、パオジアンに電気テラスでヘイラして殺されまくって、電気テラスにしました。やっぱ氷と電気ね、電気半減にできて、なおかつ氷をね、等倍で受けれる電気タイプの練習。やっぱ地面と草はね、玉か。地面草はどうしても、氷がね、抜群になっちゃうんで。オッケー、パオジアン突破。でかい。なんかこれでほぼ勝ってるかな。神か。あ、神だけまだ負けあるな。ウーエナじゃないか。あ、だったら、サフゴでいいな。サフゴ出して。チャロボー。まあ気持ちはわかる。え、イラ、耐えんのイラ。ここどうしようかな。難しいな。チャロボでいいか。うん。ハッサム削ればもう大丈夫だから。うん。チャロボでいいね。チャロボルいい火力。あ、急所イラ。直気だな。ここラッシャー出しで、さすがにバレパンしか打てないはず。あ、偉いね、相手。まあまあまあ、そうか。まあでも勝ってるんじゃないかな。これもう一回サフゴ出して、海竜。そうだね、海竜。サフゴ出したらもう一回引いてくれるから、ラッシャー切ってサフゴ出して、一旦守り一応打つか。で、サフゴに、ハッサム後投げさせて、海竜ハッサム対面作って、多分勝ちかな。ここはウェックルでいいな。ムーンホース、多分死ぬと思う。あ、偉っ。耐えんの偉っ。うい。助けか。オッケーオッケー。勝ちですね。助けじゃないかもしんないけど。まあ、勝ちですね。なんにせよ勝ち。ハーフゴー出して。ハッサム後投げされるが、これ勝ってますね。オッケーオッケーオッケー。うん。なんでも勝ち。なんでも勝ってる。いや、海竜サーフゴン並びマジで強いな。当たり前だけど。環境1位、2位だけあるわ。で、ここは竜舞が安定卓になるはず。ここね、実は相手の、まあ、多分直球だと思うんだけど、まあ、5つ目とかでも、これね、竜舞が全ての安定卓。スカーフ神は存在しないから、あ、まあ、自信でいいか。これでハッサム倒して、で神を上からアイヘルしばいて勝ちと。素晴らしい。いいね、なんか綺麗に詰められて気持ちいいわこのパーティー。ほっ、はい、対戦ありがとうございました。陽気最速海竜が強すぎる。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがパオ、ミミッキュ、ガッサ、ディンルイーユイ、鉄の包みと。さあどうしますかね。アフゴディンル海竜、パオがやばいなそれ。青が激烈にやばい、それ。どうしよう。
パオやばすぎるな、それ。ガッサから入りますか。サファバ連れてくとちょっと相手のいいユニスキメスじゃんだよな。対面選出にするか。パミかな。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、キノガッサ。まあまあまあ、割かし予想通り。マッパとタネガンでどっちが入る？タネガンの方が入るか。タネガンなら、マッパ。これ4発入るから。5発入ったらでかい。あ、よいしょ。まあ、マッパ圏内っぽいから、まあいいか。マッパで。相手ももらった。うい、おげい。よし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 。とりあえずガッサ処理。もう悪くないですね。テラスも切ってないんで。ミミッキュー。まあちょっとめんどくさいけど、まあタネガンでいいかな。転売だけケアしとけばいいから。身代わりだけめんどくさいんで。タネガン打ちましょう。まあ、相手も倒しに来るのはわかる。で、ここは海流でテラス切って、竜舞でいいかな。そしたらアイヘのガチャも引けるし。あ、まあ、海流で。海流出して。まあ、一応ね、S 削ってたらね、竜舞しなくても上取れるんだけど。まあ、さすがに、ケアで竜舞しますか。さあ、相手はテラスを切っていなさそう。あ、オッケーオッケー。だったら竜舞で正解。いや、これ、シャドクロ影耐えるか若干微妙なんだよな。若干ね。ここはアイアンヘッドで。おい、ヒルメッ。おひるめ、おひるめ。まあ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 。ああ、まあ耐えるな。オッケーオッケー。ドッテラなかったら余裕で耐える。まあ、アイヘで。あ、影打たない。まあまあ裏で処理できるからって感じかな。まあ確かに。ハリ休めとかまで考えたら、影打ちは打てないのはわかる。いいユイ。微妙。上取ってる気がするんだけどな。まあ、新速で削って、神圏内に持ってく方が確実か？そうだね。まあ、一応草テラスとかも考えて。で、ゴッテラはね、スカーフ、メガネはあんまないから。で、ゴッテラの場合、裏の神で処理すればいいんで。テラス切ってこない。まあ、勝ってるから。アクハ。オッケーオッケー。じゃ、神で上から瞑想を打って、基本勝ちじゃないかな。いや、どうだろう。必須だと若干落とせるが怪しい気がするんだよな。まあ、神出しましょう。じゃあ相手のテラスタクもあるから。アクハならね、さすがに落ちないと思うんだよな。うん、落ちないでしょ。なんで、瞑想で。これ相手はテラスを切っている。ここ炎テラスの可能性が一定数あるんで、テラスタクを拒否できる瞑想を打つべき。のはず。オッケー、そうだよね。オッケーオッケー。よしよしよし。完璧完璧。これメガネ炎テラス悪の波動の場合に負けてしまうから卓拒否の瞑想素晴らしい。相手はテラス切らない卓はないからね。卓はこれはさすがに耐える。でシャドボレ勝ちですね。素晴らしい。これもね、海竜がしっかり削ってくれたのが大きかった。よし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 。はい、対戦ありがとうございました。いや、海竜マジで強い。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、この最速竜舞海竜の強さ見せることができたんじゃないかなと思います。まあ、結構パーティー全体も今回いいなと思っていて、まあ、しっかりね、サーフ号のトリックから竜舞の起点を作ったり、まあ、あとヘイラッシャのあくびから竜舞の起点を作ったり、あとこの竜舞海竜使う上で、やっぱりね、その相手のヘイラッシャっていうところが結構ね、邪魔になってくる存在だと思うので、そこに対してね、サーフ号で、まあ、トリック入れていったり、まあ、あくびをね、無効にしていく。まあ、もしくはガッサ、ダイスガッサでね、結構有利取れるので、まあ、結構ね、全体の並びとしても良かったと思うので、まあ、かなりね、パーティーとしてもいい完成度になっていると思うので、ぜひぜひ使ってみていただけたらな、ということでね、本日のレンタルパーティーはこちらになります。まあ、なんか結構ね、今回のパーティー、まあ、さっきも話したんだけど、まあ、そのサーフ号のトリックとか、まあ、ダイスの奉仕でもいいし、ヘイラシのあくびとか、まあ、そういったところでね、隙を作って、カイルのね、竜舞を積んでいって、まあ、全抜きしていく。もしくは複数体持っていく。まあ、1.5 体とかでもいいけど、そういう風に持っていくことによって有利を取っていくっていうパーティーなので、まあ、そこら辺をね、どうやって通していくかっていうところを意識して選出とか、まあ、相手の展開とかをね、考えていければかなりね、活躍させることができると思うので、ぜひね、その辺を意識してみていただけたらなと思います。
はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。ね、いつも高評価、コメントいただけて大変ありがたいので、ね、ぜひぜひ今日もしていただけたらなと思います。あと実はね、なんと登録者2000人いきましたので、ね、本当にね、皆さんありがとうございます。まあ、もしよかったらね、おめでとうっていうね、声もいただけたら大変ありがたいので、ぜひぜひね、そちらの方もよろしくお願いいたします。またね、概要欄にツイッターのリンクがございますので、ぜひそちらの方からフォローもしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。